はい、こんにちは、レトスのおのです。今日なんですけれども、盛土規制法の宅地造成等工事規制区域内の規制について解説していきます。まあ、具体的には、まあ、許可制と届出制、あと言葉の定義ですね、それに付随した言葉の定義を解説していくんですけども、正直ですね、この動画をずっと見てると眠くなると思います。っていうのも、まあ、文字が多かったりとか、 覚えなければいけないルールがたくさんあったりとかしてもう聞いているだけで眠くなっちゃうんでですねでも実際のところ本試験で出題される問題文っていうのは眠くなななるよような文章なんですよ集中して読んでいないともうどん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 引っ掛け問題に引っかかっちゃう言葉一つ一つがすごく重要になってくるんですねで実際今回解説している内容は試験で出題されそうな部分ばかりです 面白くないかもしれないけれども宅犬試験で特定するために直結するような部分ばかり抽出しているのでぜひ最後まで諦めずに見ていただければと思いますでまた一回見ただけでは正直絶対に頭に入りませんこれは私であっても頭に入らないです何回も何回も復習して問題を解いてまた動画を見て 問題解いて動画を見てこの繰り返しをすることによって初めて頭に定着していきますなんで最後まで諦めずに見ていただければと思いますそれでは本編どうぞはいこんにちはレトスの小野です今日は盛戸土規制法の宅地造成等工事規制区域について解説します 似たようなもので特定盛り土等規制区域ってあるんですけれども、まあこれとは別の内容なんですね。区域が違うとルールも違ってくるんですよ。なので、そことは分けて頭に入れていきましょう。これごっちゃにしちゃうと試験で点数取れませんので、あくまでも分けて頭に入れるって関連するポイントありますので、その点だけはつなげて覚える。そのような感じで頭に入れていただければと思います。 まず、工事主は、一定の工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない、というルールがあります。今回は、許可の話ですね。何か、工事をすると、宅地造成等工事規制区域内で、ある工事をすると、いった場合、工事を始める前に、知事の許可取ってくださいね、っていう話です。じゃあ、誰が知事の許可を取るのかっていうと、 工事主ですね。工事主って誰なのかは後で解説いたします。で、申請義務者って書いてあるんですけども、許可を取るためには、申請が必要なんですね。つまり、工事主が知事に対して、許可くださいって申請します。で、その申請に対して、知事は審査をして、いいですよ、許可出しますよっていうふうに許可を出すんですね。まあ、そういった流れがあるので、申請義務者となっています。 で、まあ、申請期間って書いてあるんですけども、まあ、厳密に言うと、いつまでに許可を受けなければいけないのかっていう話です。これは、工事着手前ですよね。で、申請先。これは誰の許可が必要かっていうと、知事ですね。これは今言った内容です。じゃあ、工事主ってどんな人なのかを解説していきます。工事主っていうのは、宅地造成、盛土等、もしくは土石の堆積に関する工事の 請負い契約の注文者、または請負い契約によらないで自らその工事をする者。この二人ですね。この二人が工事主なんですけども、もうこういった文章嫌いな方、非常に多いんですよね。でも、これが試験に出るので、ここをちゃんと頭に入れてください。で、イメージがすごく重要なんですよ。まず、請負い契約の注文者っていうのは、まあ、土地の所有者ってイメージするのがいいと思います。 ある大きな土地がありますよと。宅地造成等工事規制区域内の土地があって、まあ、そこの所有者、自分自身で工事することはできない。まあ、ショベルカーとかがないと。ダンプもない。そうすると自分自身で工事できないですよね。だから工事業者に注文するわけですよ。工事してくださいって。これが受け負い契約ですよね。その注文者っていうのは、その土地の所有者です。この人は工事主に当たるんですね。ここは覚えておいてください。 で、もう一つが、請負契約によらないで自ら工事をするもの。まあ、これは土地所有者なんだけども、それが工事業者だった場合、別に人に任せる必要なくて自分自身で工事できるじゃないですか。そういった方も工事主になりますよっていうことです。で、続いて、宅地の定義です。これすごく重要なんで頭に入れてください。宅地って、 この森戸規制法にも出てくるんですけども、宅建業法にも出てくるんですよね。で、宅建業法における宅地と森戸規制法における宅地って定義が違うんです。つまり、範囲が違うんですね。ここでは森戸規制法の宅地を解説します。宅地っていうのは、農地、再送放牧地、および森林および道路、公園、河川等のように供されている土地。 公共施設用地このように供されているっていうのは何々用のとか何々で使用されているっていったイメージですつまり河川とかで使用されている土地と河川用の土地といったイメージですこれ河川って土地なのって思われるかもしれないんですけれども大きな河川になってくると河川の中だけど水がなくてまあ、建物建てることができるようなところもあるんですよまあそういったイメージで大丈夫です で、それ以外の土地が宅地なんですよね。つまり、ここに記載されている農地だったりとか、再送放牧地とか、まあ、森林とか、道路とか、公園とか、河川用地。これは宅地じゃないんですよ。これ以外が宅地なんで、ここ頭に入れておいてください。まあ、試験でよく出るのは農地なんですよね。まあ、再創放牧地とか、このあたりです。これは森戸規制法上、宅地ではありませんよっていうところを覚えておきましょう。 途中なんですけれども、どうでしょうか眠くなっていないでしょうかここで諦めちゃダメです。ここで集中を途切らしちゃダメです。もし集中途切れたっていうのであれば、ちょっと休憩してください。休憩した後に、また見始めたら大丈夫です。この動画は初めにもお伝えをした通り、何度も復習する必要がありますんで、卓剣合格を勝ち取るために、最後まで頑張っていきましょう。それでは続きをどうぞ。で、続いて、宅地造成への言葉の意味ですね。宅地造成っていうのは、 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛り土とか、その他の土地の形質変更で政令で定めるもの。まあこれは一定規模を超えるものっていったイメージで大丈夫です。もっと簡単に言えば、工事の結果、宅地になる一定規模を超える工事って思ってください。宅地以外の土地を宅地にするってことは、工事の結果、宅地になるって話ですよね。この下の図見ていただきたいんですけれども、 農地を宅地にする。これ宅地造成に当たりますね。ここですね。宅地以外の土地を宅地にする。で、宅地を宅地にする。つまり、宅地について一定規模を超える工事。これも、工事の結果宅地になるので、これも宅地造成に該当するんですね。ここもちょっと注意しておいてください。工事の結果、宅地になるんだったら、それは宅地造成に該当する可能性あるよということですね。 あとは一定規模を超えるかどうかって話です。一定規模を超えたら、宅地造成に該当するよってことです。で、続いて、こっちですね。宅地だったものを農地にする。つまり、宅地以外のものにする。これは、工事の結果、宅地じゃないですよね。宅地になっていません。宅地以外になっている。これは、宅地造成に該当しないんですね。これ、宅地造成に該当しないってことは何を意味するかっていうと、宅地造成工事のこの許可。 一番最初にお伝えをした、この部分ですね。知事の許可を受けなければならないってあるんですけども、許可が不要だって話なんですよ。この許可いりませんよってことですね。宅地造成に該当しない場合は、知事の許可は不要となります。で、許可が必要な一定規模を超える工事ってどんな工事なのか、これがすごく重要になります。5つあるんですね。5つこれ全て覚えなきゃいけないんですけども、盛りをして、 高さが1メートルを超える崖が生じる場合。この場合、一定規模を超えるということで、許可が必要になってきます。で、二つ目が、切り通して高さ2メートルを超える崖を生じる場合。もともとこんだけ土地があったんですね。ここに土地があったけれども、この部分を土を取り除いたと。切り取ったってことですね。で、ここ、高さが2メートルを超える崖ができたと。いった場合。 これも許可が必要な規模に当たります。あとは森戸と霧戸を同時に行って2メートルを超える崖が生じる場合ですね。もともとこの点線の部分が土地だったんですね。この部分は霧戸で土を取り除いて、で、この部分に土を入れる、森戸をするということですね。で、高さが2メートルを超える崖が生じた場合、許可が必要だよと。あとは森戸で高さが2メートルを超えるといった場合、 これ崖生じていないんだけれども、森道をして2メートルを超えた場合は、これ許可が必要な規模になりますよと。で、5つ目が森道、または霧道の面積が500平米を超えますよと。まあ、1から4には該当しないけれども、森道の面積、この面積ですね。面積が500平米を超える。また霧道の面積が500平米を超える。また霧道、森道をして合計500平米を超える。まあ、そういった場合が、 許可が必要な規模にたりますで、この数字、この数字は、特定盛土等規制区域における届出が必要な規模と同じなんですよ。同じなので、ここは覚えやすいと思います。覚えてしまったら、どちらにも使えるって話ですね。盛土等規制区域内の届出が必要な規模と、宅地造成等工事規制区域内の許可が必要な規模。 これ一緒だよと。これは頭に入れておくと便利です。で、続いて、ここまでは許可についてお話してきたんですけれども、ここからは届け出の話をしていきます。宅地造成等工事規制区域内において、許可が必要な宅地造成等には該当しなくても、宅地造成等に伴う災害と密接に関連する一定の行為を行おうとするときは、知事へ届け出をしなければなりません。っていうことですね。 つまり許可が必要な工事じゃないけれども、届け出だけ必要な場合もありますよっていうことです。それを一つ一つ見ていきます。ちょっと細かいんですけれども、この整理した表使えるので頭に入れておきましょう。まず、宅地造成等工事規制区域の指定の時に、すでに宅地造成工事が行われている場合、例えばこれまで宅地造成等工事規制区域の指定なかったけれども、 ある時宅地造成等工事規制区域に指定されたとで、その時にすでにもう工事を行っちゃっていたよと言った場合ってありますよね。で、そういった場合は届け出してくださいねっていう話です。で、誰が届け出しなきゃいけないかっていうと、これは工事主です。注文者ですね。請負い業者じゃないですよ。工事主です。ここ注意しておいてください。で、工事主っていうのは先ほど解説しましたよね。この2人です。 請負契約の注文者、または自ら工事をする工事業者です。ちなみに、この工事業者って請負業者じゃないですからね。請負ってなくて自分で工事しているわけなんで、この人は請負業者ではありません。で、この工事主がいつまでに届け出しなきゃいけないのかというと、これは指定があった時から21日以内に届け出してくださいねっていう話です。で、続いて、高さ2メートルを超える溶壁除去工事。 排水施設の除去工事。地滑り防止杭等の除去工事。こういった土地に関する施設っていうのかなまあ、溶壁っていうのは土を止めておくための壁ですよね。あと排水施設っていうのは土の中に埋まっている配管とか、まあ、そういったものです。で、地滑り防止杭っていうのは土の中に埋め込まれている杭ですよね。そういったものを取り除くといった場合、この場合取り除こうとしているものが その工事を始める14日前までに届け出をしてくださいねっていう話です。で、3つ目。宅地造成等工事規制区域内で公共施設用地を宅地または農地などに転用した場合。公共施設用地っていうのは、まあ、道路とか公園とか河川用地とかですね。こういった土地って宅地以外ですよね。宅地ではないですね。ここに書いてある通り道路、公園、河川用地。 これが公共施設用地なんですけども、これ宅地じゃないです。これらの土地を宅地または農地に転用した場合は、転用した人が転用後14日以内に知事に届け出をしてくださいっていうことです。これ全部届け出先は知事になりますんで注意してください。で、許可が必要な場合、つまり大きな工事する場合、 ま、ここに該当する場合ですよね。この一定規模を超える工事を行うというのであれば許可が必要じゃないですか。その場合は許可を取ってください。それに該当しないものですね。その場合は届け出をしてくださいっていう話です。で、続いて、許可を受けた宅地造成工事の計画について、軽微な変更を行う場合。で、軽微な変更をっていうのは、工事主、設計者、 工事施工者の氏名もしくは名称または住所の変更だったりとか工事の着手予定年月日または工事の完了予定年月日の変更こういった場合ですねこういった場合っていうのは、まあ、実質的な変更ってないわけですよ工事の内容変更しますよとかってそういったものありませんので、まあ、軽微な変更に当たりますよとでこの場合は許可を受けた者が地滞なく知事に対して届け出をしてくださいねと まあいう話です最後まで動画ご覧いただきまして本当にありがとうございましたもう眠くなったんじゃないかなと思います一通り見たけれどもなんかしっくりこないな頭に入れないなそう思われたと思いますこれはあなただけじゃなくて他の人もそうです宅検合格した方も初めはそうでした私もそうでした勉強した内容1回や2回で頭に入る人はほとんどいません 5回6回7回と復習を繰り返すことで初めて頭に定着していくんですねなんで諦めずに頑張っていきましょうそして弊社レトスは個別指導を行っております計画作成から計画の管理勉強できているかの進捗管理わからない部分があったらいつでもご質問いただける体制を取っております。365日、いいつでもご質問いただけますもし次の試験で絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです 何かご相談がありましたら私の方にメールいただければと思いますお問い合わせページはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんでそちらからお気軽にご相談くださいまた個別指導もこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんでぜひご覧いただければと思います宅券合格目指して一緒に頑張っていきましょう